なんから毎回見てるからさ。手元だけでじゃあ、はい、山さんお久しぶりでございます。お久しぶり、さっきから、ね、よろしくお願いします。102回煩悩でウイスキーからも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 で、はい、どうもどうも、グレンリベットだね。あーいいですね。ちょっとじゃあ銘柄店飲みをじゃあ山さんの、はい、すみません。週末は軌道洗浄はやりませんけどね。やっぱグレンリベットうまいな。明日怖いな、もう頭痛いもんな。下だけ取っとくちゃん、この状況だけ。今は指の中塗ってこなかった。なんせっかくやから。自分の気分次第で。これもオンにしとけ、これ音声もオンにしとけ、うん、スナックドリル、こんなやつなんやね。そうそう、これに向かって一人しゃべりしとる。そうそうそう携帯でやったもんや、もう私も携帯でやったもん。ライブの時は携帯でしてます。生配信の時は携帯でしとる。生配信なんてすんの？生配信の時は携帯でしとるんですよ。うん、自分で近所生配信やった、うん、そう、だから毒吐いてるよ。結構入ってますね。そっから始まるから。ステッカーあげましょう。そうそう、ステッカーあげましょう。ステッカーは。ママも貼っといてよ、ベンツでもいいから。ここに貼っとこうか。うん。ちっちゃい。僕の顔。坂場ウルトラというチャンネルなんですけど。うん。私チャンネル登録したもん。あ、なるほど。もう買って貼っとこうか、ここに。もうこれできちゃう。ここだったら何かな。さすが山さん、グレンリベットの15年入れとるなんてかっこいいね。ねえ、ジャンジャンの。顔映ってないでしょ。お願いします。思いとるだけです。腹は大丈夫ですよ。あのうまいことここのアイスペールとか、うん、この辺で。定点変わらずで面白い会話のところだけ撮ればいい感じですわね、うん、でもこれでもしかしてセラさんに来たらすごい話ですけど、ね、ウォーズから、うん、なんだ分からんですよ、分からんですよ。来られても困るやろ。一瞬顔出しもうさすがに一瞬顔だ顔出し OK やったらもう大変ダムホイちゃう。そんなことはない、そんなことはない。ダムホイそんなことはない、うん、戦えよお化け屋敷か。スナックのチャンネル見とる人なんて多分だいぶ上ですよね、うん、まあそうかもしれないですね。 30より多分上だと思いますよ、うん、あそんなもんけ、うん、たまに若いね、その20代の、うんだってうちのお客さんであの個人的に来る若手ナンバーワンは38歳なんだよ。いや若手なんで笑う。これで若い子したら多分素晴らしい、うん、一番若いの。いやもうでも客の立場からするとさ、ウォズからわざわざ来なくていいです。ああまあそうですでしょうね。何しにそんなの来るのやって、だから僕も僕もウォズの見に行った時、何しに高岡の人もやってくれました。ほんまにきゃ、うん、いやいや、このアウェイ感がいいがですよ。お前すぐウォズの言葉じゃねえやろ言うて、あ、うん、まあ、逆にだからそれがいいがですよ。いいな、うん、ね、もうチャレンジャーやからいけるまいよな。なかなかすいません、僕はただ今です。また減る。また。大丈夫。俺が全然他の虫怖くないですよね。え？酒場好きは他の虫全然怖くないですよね。ああ、まあね。まあ逆に知らない方が。ヘチャラの部屋です。だから僕だって僕道つけば別に。小松行った時なんて僕は半分ストーカーでしたからね。あれあのママ可愛いと思って。気になること読めた。なんか可愛らしいママ来たわいと思って、なんか可愛らしい女の子来たわいと思ったら。ガチャ愛だけでスナック入ってったから、あれママさんやぜと思って、うん、小松でね。へえ、うん、小松も前進出したの？あ、小松たまたま僕なんか研修でやったもんで、うん、2日間あんな泊まったれと思って、駅前なんか商店街みたいなあるんですが、ほぼ閉まってるんですよね。
で客引き俺いますもんね。いますね。もう連れてかれてる。俺もや。うん。もうでもちゃんとでも スナックみたいなやっぱバババババとかあるからスナックビルみたいなのなりますね。うん。で僕うろうろしとったら親ママさんやねんけどと思ってでさっきのとこ行ったれと思ってさっきうろうろしとった人ですよねあバレましたあのどちらから行くバレましたあ結構ねあの自衛隊の人たちそうでしょうね、うん、だって僕1回目に行って撮った時の動画で隣の居酒屋の時に隣に座っとった若い人より自衛隊でしたもん会話が、うん、でもある意味いいお客さんやよさすが隣自衛隊やそうやねうん、うん、やっぱり自衛隊は高級品やろからね2回目の面白かった1回目はもう見ず知らずで金曜日やったからなんかやっぱいいなと思った店全部入れんかったんで、で2回目が普通の平日で調べて前回断られたとこ行ってそれからのあのストーカーのスナックやったんでいやよかったよかった、2回目はやっぱよかった振り向かんでも私やで分かってでもあのポンといってもあのみんなおしゃべりしてくれるってことやろ、うん、ちゃんと会話してくれますしてくれますしてくれます全然だってほらいろんなとこ行かれて全くしゃべらんお店もあるいやないでもスナックはほとんどないでしょ、うん、バーテンダーならあるかもしれんけどバーテンダーだってないと思うわいやそうなんよ、まあ、スナックもさ、うん、最初からそう今こうなそのつもりなきゃうち一元お断りって言うからねうんましてマンツーマンやしほとんどそうなんですよ、何食べ通りで頃合いのいい頃に近所の居酒屋のマスターみたいなの来るから、ね、あじゃあちょうどいいわみたいな感じで全然知らないちゃんとチャンネル登録しましたよあえ今どうやってやった、うん、できる今できるちょっと押したチャンネル登録しとけ、うん、もう何やったらこれ押したら金かかるんやろの言うしてますからねもう赤いもんしたら金かかんなんねやろな言うて。ちょっとせっかくだからこう中古ママの下ぐらい取って。終わりました。おいおいおい。な顔映っとらんよ顔映っとらん、ええ、でもこれはカヨさんに多分言われるあんた出とったぜ言うて上がっとっぜっとはい、セラフさんでございました。ようやく上げれました、またあのね例のあのスナック百軒制覇の方 あの行きつけのお店なんで、またセラフさんまた来たいと思います。はい、じゃあね次窓でお声行こうかな。はい、それでもどう